おっと、何か置いてあるぞ。この中には何が入ってるのかな。まずは E5 系新幹線はやぶさ。中間車両は、あれ、なんか色が違うね。3車両目はまた何か違うものが出てきたぞ。これははやぶさで、この赤いのは小町だね。そしてこっちはクロスライナーだ。他はどうなってるかな。今度はこれを見てみよう。800系のツバメだね。先頭車両に、今度は中間車両、最後に出てくるのは、これは全部同じくツバメになってるね。3車両ちゃんと揃ったね。さあ最後の靴はどうかな。最後の質問見てみるよ。さあ何が出てくるかな。よいしょ、これは E3 系の翼だね。中間車両はどうかな。お、これも翼だ。最後の一つ、後尾車両は出てきた。これも翼の後尾車両だね。 E3 系の翼も全部揃ってたね。よし、今回は E5 系新幹線の車両を探しに行ってこよう。お、トンネルだ。あれ、トンネルに何かあるよ。なんだろうね。よし、押し込んでみよう。それーそれー。ああ、おまけもいっぱい出てきたぞ。これと同じはやぶさの車両はどれかな。うん、これじゃないね。これも違うね。似てるけど違う。お、同じ色、これだね。はやぶさの中間車両が見つかったよ。さあこの調子で後尾車両を探しに行こう。おや、前に見えるのは、これは羽根橋だ。ここには何の、おっと、向かい側からは流線系のゴードンだ。一旦戻ってゴードンに道を譲ろう。通れるようになったゴードンが走ってくよ。ゴードンが引っ張ってたこれはドクターイエローだ。残念、あやぶさじゃなかったね。さあゴードンも行った方だから羽根橋を渡ろう。後尾車両はどこにあるかな。今度見せるのは洗車場だ。ついでに綺麗になっていこう。これ通過すらクロスライナーになっちゃったぞ。いけないで元に戻りたい。戻れ戻れ。うわぁ、今度は流線系ゴードンだ。わぁ、もう一回、もう一回。そうねー。ほい、今度は輝きだ。いやいや、もう一回、もう一回。戻れ戻れ。今度は、はやぶさの車両になっちゃった。はやぶさの車両がすべて揃ったよ。はやぶさの車両に生まれ変わっちゃった。それじゃ、また見てね。バイバーイ。